どうもチャックバスです、今私はニューヨークの、グランドセントラルターミナルの前にいます。で、本日はね、ニューヨークの、JFK からね、マンハッタンまでっていう動画を結構、動画としてね出させていただいてるんですけども、本日はねマンハッタンから、空港までのね、今回はバスの利用方法をね紹介していきたいと思います。今私はこのグランドセントラルターミナルの前にいまして、目印としてはこのでっかいオブジェの前のこの橋ですね。この橋を目印にしてください。もしグランドセントラルターミナルについてね、出口が分かんなかった場合は、一周していただければね、見つかると思いますんで、それは大丈夫だと思います。それではね、実際にバス乗り場紹介していきたいと思うんですけども、こちらのね、出口からぐーっと渡るとこちらにね、看板があります。コーナーオブ41ストリート&レックスっていう場所にバスは止まりますよっていう表示がありますね。ここにね、看板はあるんですけども、乗り場はここではないっていうことですね。実際にここから乗り場まで行きたいと思います。で、こちらのね、橋このオブジェですね。ここから、この脇をね通っていきます。他にもねもちろん行き方あると思うんですけども、分かりやすいかなと思ってこの道をチョイスしております。いやー、ニューヨークはね完全な今、みぞれですね。寒いです。で、ちょっとね道をね紹介したいんで、ちょっとニューヨークのね、外の風景をね楽しんでいただければなと思います。正直そんなに遠くありません。ですけども、分かりづらいですね。このグランドセントラルターミナルともう一つねタイムズスクエアから、バスは乗れるんですけども、グランドセントラルターミナルがおすすめです。ちょうどねこの一つ目の信号、ここら辺ね外観を覚えておいていただいて、ここを左折します。で、一応ね乗り場は反対側の、道となりますので、ここでね信号を渡っちゃいたいと思います。いや、今ニューヨークは12月の今日2日ということでね、かなり寒いですね。気温もマイナス1度とかですね、かなり冷えてますね。で、この通りに出るとですね、ここまで来るとですね、左側になんかバスストップみたいな感じで書いてあります。で、右側の奥にね書いてありますね、ゴールデンタッチ、JFK 18ドルという風に書いてあります。ですが乗りはここではありません。それではね、41丁目と、レキシントンの、ね、間に来ました。見えますかね、上に41ストリートレキシントンって書いてありますね。で、こちらの、建物の感じをね覚えておいていただきたいと思います。で、もうね向かいに見えてると思いますけど、ゴールデンタッチ見えてますね。あちらが乗り場となっています。グランドセントラルから、歩いて 2、3分っていう場所なんですけども、かなりね分かりづらい場所にあります。今回ね紹介させていただきましたけども、こちら一つのね情報として捉えていただいて、乗り場結構頻繁に変わります。ですので、その点だけね注意していただきたいなと思います。
それではね、乗り場に着きました、ゴールデンタッチのね、看板等々、まあバスも止まっておりますね。ここまで来るとやはり安心感ありますよね。こちらが乗り場となっております。で、係員の方はね、必ずいます。で、見えますでしょうか、奥にね、傘を差して、黄色いね、ベストを着てる人、あちらがまあ係員となりますんで、まあ、あちらでね、購入して、乗るっていう感じですね。もちろんね、日本から、往復チケットを買った場合も、まあ、こちらに来て、店員さんに見せて、乗車という形になります。いや、こんな感じですね。まあ、この場所まで来れれば、まあ、もうバスも止まってますし、係員の方もねいますんで、そこまで難易度は高くないと思うんですけども、やはりね、グランドセントラルっていう乗り場と言われているんですけども、乗り場はちょっと遠いということで、やはりちょっと難しいですよね。今回はね、ニューヨークのマンハッタンから JFK 空港まで行く、バスの乗り場、今回紹介させていただきました。私自身がね、かなり、このバスで、ニューヨークマンハッタンから、JFK 空港に行った時にね、かなり探したんですよね。あの看板から道をね辿って行ったんですけども、結局見つからないっていうねこともありましたんで、ぜひね、ニューヨーク来られる方はバスでね JFK 帰る際はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。片道18ドルだったかな、利用できますんで、やはりタクシーとかをね利用するよりかかなり安いですので、おすすめとなっております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。手が触れない。